はい、リコタマ療法を伝授しますということで、新型コロナウイルスに勝つために脂肪肝や生活習慣病にも効果的な方法ですよということでね、皆さんに伝えたいと思います。で、大体40分ちょっとぐらいですけども、最後にはみんなで歌を歌って気分転換して帰っていただければと思いますので、お付き合いください。で、私がやっている肝臓の専門医という仕事は、慢性肝炎、肝硬変、食道異異常脈瘤、肝臓がん、こういった病気を主に見る科ではあるんですけども、まあ、肝臓病っていろんな病気を合併してきますので、内科一般も見ることが必要になってきます。糖尿病だとか、ね、高血圧だとか狭心症だとか、そういった心臓の病気なんかもですね、チェックしながら専門医と連携するということが必要とされてますし、今はですね、B 型肝炎訴訟の和解の資料作りなんかもですね、専門医の先生、そんなに訴訟の、ね、和解資料をそんなに作ってるわけではないので、新潟の先生もいらっしゃるということで、資料作りなんかも手伝ったりしてますので、まあ、そういった B 型肝炎、C 型肝炎、まあ、最近はですね、脂肪肝に関してもいろんな対策を取る必要があるということでね、まあ、最初は肝臓クリニック札幌ということで開業したんですけども、まあ、これでね、肝臓の患者さんだけでクリニックもやっていけるんだろうかってちょっと最初不安だったんですが、今本当に脂肪肝の方々が増えてきたおかげで、その対策をね、しっかり取る必要があるなということで、こういった講演会でね、一人でも多くの方に肝臓を良くするきっかけをね、知っていただきたいと思っています。で、肝がん検診についてはですね、全道各地を回っています。肝がん検診団というのはですね、ボランティアの団体で、行政だとかのがん検診で回っている団体とは違います。北海道にしかこういった肝がん検診というやり方をやっている地区はなくてですね、で、北海道で始まったのもですね、肝臓の専門医が非常に地方には少ないということで、地方の患者さんが一人でも多く肝臓がんからフリーになってほしい、ならないでほしいということで始めた検診なんですね。なので、まあ、肝臓がん見つけるのももちろん大事なんですけども、肝臓がんになる前の段階で治療を受けてがんにならない、そういった体を手に入れてほしいということで活動をしています。で、現在は青い丸の地区を回っていて、昔は赤い丸の地区もね、回ってたんですけども、ちょっとマンパワーも足りないということで、現在は青い地区を回るようにしています。日程も全道各地決めています。で、2022年は札幌、襟裳、帯広が終わりまして、5月は滝川が行われます。で、遠軽北見が6月の12、13ということでね、予定していきますので、そういったところも日程としてね、ご活用いただければと思います。電話番号はね、札幌の肝がん検診団の電話番号になりますけれども、728-1008 番に電話していただけると予約することができますのでね、肝臓がんの検診、肝臓の検診受けたことない方はですね、ぜひ一度受けていただければと思います。で、肝炎ウイルス検診、これですね、B 型や C 型の血液検査、これをですね、ぜひ皆さん一度受けてほしいということを言っています。自分が B 型肝炎、C 型肝炎の血液検査を受けたかどうかという記憶がない方はですね、受けてない方も多いので、そういった方はぜひ受けてもらって、もし見つかったらきちんと治療したりフォローすることで肝臓がんになる確率がぐんと下がりますという検診なのでね、こういったのも肝がん検診やるときには一緒にすることになりますけどもね、ぜひ頭の隅に置いておいてほしいと思います。で、今日はですね、健康になるためにはどうしたらいいのかということを最初に話して、新型コロナウイルスにも勝つために脂肪肝や生活習慣病にも効果的なニコタマ療法の話をしていきたいと思いますので、お付き合いください。で、まずはじめに健康で幸せに過ごすにはどうしたらいいのかなということを今一度考えてみてくださいって言ってます。健康になるためにはまずできるだけなりたい姿を思うことが大事で、病気や悩みのことばかり考えていてもあまりいいことはありません。健康な姿、やりたいことをしている姿を思うということが免疫力、治癒力を上げる上で大事なんですよということが分かってきています。そして気持ちの持ち方も大事で、素直な心でいつも笑顔でありがたい、ありがとう、いつも感謝を心に思って過ごすっていうようにしていると免疫力、治癒力もあるんですよということが、ね、分かってきています。まあ、今日来られている方はね、もう実践されている方も多いかと思います。そして病気のこと、勉強することも大事ですよっていうんですけども、病気のことってね、勉強するとついつい悪くなるとどうなるのかなっていうことばっかりに気持ちが行きがちになってしまいます。なので、悪くなることばっかり考えるんであったら勉強はやめてくださいって言ってます。どんなに悪くなっても何かしら治療があって良くなる人がいるんだっていうことを知るためにね、勉強はしてほしいって言ってるんですね。そして辛くなってくると、どうしても不満や愚痴、悪口なんかが頭に浮かんできやすくなります。でも、こういうことを続けるとさらに体の調子、気持ちの状態、人間関係も悪くしちゃうんで、無理やりでもいいからね、いい方向に考えましょうなんて、ね、言ったりもするんですけども、こんな具合悪い時に先生無理だわってやっぱり患者さんにも言われちゃいます。
で、私たちの、ね、脳科学の研究ではですね、私たちの脳っていうのは誰かや何かに対してね、不満や愚痴を言っても全部自分に言ってるって受け取る癖があるんだってことが分かってるんですね。だから誰々のバカ野郎なんて言ったらですね、全部自分をバカ野郎呼ばわりしてるっていう頭で思っちゃうんですよ。だからどんなに嫌な人になってもね、なんて素敵な人なんだろうって思う方が自分を元気にするってことが分かってきてますので、そんなことをちょっと頭の片隅に置きながらね、いろんなことを考えてほしいなって思ってます。で、私もですね、肝硬変や肝がんの方、どんどん亡くなっていく方を、ね、見てたのでね、もうこんな仕事やだなと思ったことがね、何度もあったんですけども、まあ、そんな時にこう気持ち切り替える方法としてね、いろんなことをやってきたんですが、今はこのより楽しいことを思い出すっていうのをやっています。で、実際にあったことのように思うことが大事で、嫌なことを考えていてもためになかなりませんよと。健康でいるためにもね、いつも理想的なことを思いましょうということにつながっていくんですけども、まあ、私がそんなしんどい時にね、何を考えているかと言いますと、まあ、見てる時体がでかい。体がでかいと大体食べるのが大好き。私食べるのね、回転寿司が大好きで、回転寿司ならね、しめ鯖大好きなもんですから、しめ鯖食べてる自分の姿を思い出すとね、ニコニコできて元気も出るということでやってます。まあ、患者さんは何がいいかなってやるとですね、大体60代、70代の方多かったので、お孫さんのことを思い出してみてって言うとね、大抵の方がニコニコするね。いや、孫ってすごいなと思うんですけど、ここで大事なのはね、めんこいお孫さんを思い出すことでね、めんこくなくなったお孫さんはこの先引っ張り忘れましょうって言うんですけど、なかなかそれも無理だって言われるんで、旅行だったり、カラオケだったりね、自分が楽しいなと思えることを思い出して、気持ち切り替えるようにしてみてくださいなんてことね、言ったりもしています。そして、望ましいこと、理想的なことを思いましょうっていうのも実はコツがあって、できるだけプラスの内容で考えてほしいんですね。まあ、さっきの脳科学の話と同じで、私たちの脳はですね、病気にならないようにとか、怪我をしないようにとか、事故に遭わないようになんて思ったらですね、全部頭ではですね、病気になりたい、怪我をしたり、事故に遭いたいって、ね、変換されちゃうんですね。全く逆の方に向き始めますので、そうじゃなくて、健康でいいよ、元気でいいよって思う方が、心も体もそっちに向かうんだってことが分かってますから、ぜひね、そんな風にお気持ち切り替えるのに使ってほしいんです。今だとね、風邪ひきたくないなとかね、コロナにかかりたくないななんて思うとね、脳の方ではね、はい、コロナにかかりたいんですねって受け取ってしまいますから、全く逆になってしまいますからね、本当に元気でいいよ、健康でいいよって思うことを常々思うようにしているといいですよっていうことですね。そして、まあ、日本人3人に1人はもうがんで亡くなるなんて時代になってきてますので、がんになりたくない、がんになりたくないって思う方多いですね。だから、まあ、脳の方ではね、そう思っちゃうとがんになりたいって受け取っちゃいますから、そうじゃなくて健康な体でいたい、ね、肝臓がんであればね、健康な肝臓でいたいっていうふうに思うことが免疫力、治癒力上げていきますのでね、ぜひそんな風にやってみてほしいと思います。で、患者さんに対してはですね、何歳くらいまで行きたいですか、どうしたらいいですかなんてことを聞いたりもします。私自身はね、100歳くらいまでは生きてたいななんて思ってるのでね、患者さんに対しても100歳目指しましょうって話をよくします。でもですね、こんな病気があってね、本当に先生100歳まで生きられるのかってやっぱ聞かれちゃうんでね、そしたら私も正直なんでね、分かりませんって答えるんですけども、ただ可能だと思えない限りは可能にならないし、不可能を可能にしてきた人って世の中にたくさんいるんだから、諦める必要はないんですよって話をします。まあ、私が医学生だった頃、20年以上前ですけどね、インフルエンザの飲み薬は、ね、できるわけがないんだって言われたんです。今飲み薬がありますよね。肝臓がんもお腹を切ってがん取り出さなきゃ治せないよって言ってたのが、針で刺して焼くだとか、飲み薬でがんが消えたような人まで今出てきてるので、長生きしたらしただけもっともっといい治療で元気になるチャンス出てくるから、頑張っていきましょうよって話をよくします。でもね、患者さんにね、やっぱりね、このまま長生きしててもね、消費税も上がるしね、年金になってもらえないかもしれないんだ先生ってやっぱり言われるとね、もう長生きしたくないっていう人もいるんですけども、それはね、社会も含めて元気になるようにみんなでやっていきましょうってことを言ってね、諦めないでいきましょうってことを言っています。で、今患者さんにはですね、いろんな本を勧めているんですけど、このポジティブの教科書というのをね、勧めています。これ武田双雲さんっていうね、書道家の方が書いている本なんですけども、この中にはですね、幸せになる3つの基本として、幸せを与えること、幸せであることに気づくこと、幸せな言葉を発して幸せな態度を取るようにしていると、いろいろいいこと起きてきますよなんてことが、ね、書かれています。で、これ新品で買うと、ね、1000円以上する本なんですけど、今日は中古で持ってきてますので、よかったらお釣りちょっとないので1000円で売ってますけども、ぜひ、ね、買って読んでみてほしいと思うんです。で、これトイレで、ね、置いておくと、ね、大体見開きが一見開きで、ね、話が終わるものが多くって、大体一踏ん張りで、ね、読み切れるものがたくさんありますので、ぜひ、ね、読んでみてほしいと思います。あと患者さんにはですね、この3日食べなきゃ7割治るっていう本もお勧めしています。今日配った資料の中にこのスライドね、印刷して置いてありますけども、こ
これ、船瀬さんという方が書いた本なんですけども、まあ、このタイトルにですね、病院で殺される前にって書かれているんで、ちょっとね、進めたくないところもあるんですが、まあ、タイトルの中身は、ね、非常に体にいい話で、少なく食べることだとか、笑うことだとか、感謝をすること、呼吸を長くすること、あと筋肉を鍛えること、まあ、こういったことが体にいいんだよってことでね、知られてるんだってことがね、書かれてるんです。で、筋肉をトレーニングするのはですね、結構バーベルだとかね、アロークだとか走るだとかっていろいろ言われてますけども、実は体の筋肉をね、意識して動かせば、それがすぐ筋トレになっていきます。手を握ったり開いたりすることだとか、あと手をぐーっと押さえるだとか、引っ張るだとか、太ももに力を入れる、腹筋に力を入れる、背筋に力を入れるだとかってやっていくと、その筋肉に力を入れるっていう行動だけでもね、筋肉を鍛えることができますので、ただテレビ見てるだけでもね、結構こうやって握ったり開いたりするだけでもね、筋肉って鍛えられますから、いろんな意味でね、動かないでできる筋トレっていうのを意識すると、今コロナの自粛の中でもですね、やってやれることがたくさんありますので、心がけてみてほしいと思うんですね。で、こんな話ばっかりしてるとね、肝臓の先生じゃないみたいに言われちゃうので、肝臓の話に移っていくんですけども、まあ、肝臓を元気にするとですね、実は世界が救えるんじゃないかと思って、私は最近思うようになってきました。まあ、要は肝臓ってね、体にとって非常に大事な臓器なので、肝臓を元気にするようなことをしてると、脳でも心臓でも元気になりやすいんじゃないかっていうことにつながっていきます。で、肝臓病っていう時にはですね、生活習慣が原因で起こるものと、それ以外のものっていう分類の仕方があります。まあ、生活習慣で有名なのはね、アルコール、お酒を飲むことで肝臓が痛まさってしまうって話があるかと思うんですけども、まあ、その他に生活習慣病以外では、B 型や C 型のウイルス性肝炎が日本人の命をたくさん奪ってきたっていう意味ではですね、私たち肝臓専門医はほとんどこの B 型肝炎、C 型肝炎の治療をするっていうのがね、メインで仕事をしてきたんです。でもですね、今は脂肪肝が中心に置き換わってきてるんですね。で、脂肪肝については食べ過ぎや運動不足、肥満やアルコールといったものが原因となると言われているので、まあ、大体生きていればどれか彼らに、ね、当てはまってしまう人が多いかと思います。で、最初の頃はですね、脂肪肝で死ぬ人なんていないいないってね、肝臓の専門医は、ね、あまり深刻に考えてなかったんです。でもこれがですね、脂肪肝炎、ナッシュっていう病態が分かってきて、これも1980年にアメリカの先生が報告したんでね、1980年頃って日本にあまりいなかったので、これアメリカの病気だわなんて言ってたんですけど、2000年ぐらいから日本でもたくさんいることが分かってきて、肝硬変や肝癌になる人まで見つかり始めたのでね、これはやばいぞということで、今は学会ではこの話が非常に研究進められています。で、B 型肝炎、C 型肝炎も治る時代に入ってきたんですけども、それもウイルスが消えた後、この脂肪肝炎合併してしまえば、肝臓がさらにできやすくなってしまいますのでね、要注意ということになってきたんですね。で、ウイルス性肝炎については先ほどから繰り返してますけども、B 型と C 型が肝硬変、肝癌を起こすということでね、非常に大事な病態になってますが、これについてはかなり治療が進んできています。あと最近はこのサルコペニアという言葉がよく出てくるのでちょっと紹介しているんですけども、まあ、サルコペニアって要は骨格筋が減ることなんですね。筋肉の量が減ることをサルコペニアと言います。肝臓病だけじゃなくて糖尿病だとか他の病気でもこういった状態が起きてくるので、筋肉量が減ると寿命が短くなりやすいよ、まあ、逆に言うと病気が進むと筋肉量が減るんだからということをね、合わさっているかのように言われますけども、まあ、アジアの方、日本人であれば男性では26キロ、女性だと18キロぐらいの握力があると健児を全うできる確率が上がるんだって言われているんです。で、これ握力計がないとね、なんか握力が測れないような感じしちゃうんですけども、これですね、実はペットボトルを開けるときの握力なんですね。男性であれば開いてないペットボトルを開けるのが26キロぐらい、女性であれば開いてるペットボトルを開けるのが18キロぐらいなので、ご夫婦でいればね、旦那さんに開けさせて自分が開いた後開けれれば OK ということでね、調べられますので、ぜひね、そんな形で力をね、確認するようにしておいてほしいと思います。で、肝臓がなんで起こるんだということをね、説明していきたいんですけども、まあ、肝臓がんはですね、肝炎が持続することで発生すると言われています。慢性肝炎、肝硬変へと進行していく中でね、がんができてくるよということなんですね。で、この肝がんの原因としては、B 型や C 型のウイルス性肝炎が肝炎を持続させるので癌が起きるよということでよく言われています。まあ、これ8割型がね、B 型、C 型の肝炎ウイルスによるものということになってきてますので、ここを治療できれば癌になる人がぐっと減るだろうということで、まあ、B 型、C 型のね、治療を私たち一生懸命やってきたんですけども、今はですね、このその他の部分が増えてきているのが問題になってきています。で、このその他のところに脂肪肝炎が入ってきて、実際の人数もですね、増え始めているってことがね、まずいぞということで今研究が進められているんですね。で、この B 型と C 型の肝炎が広がった原因については、
医療行為によって広がったことが分かっています。 B 型肝炎では、ね、予防接種、 C 型肝炎では輸血だとか薬害、あとは注射器の消毒が不十分であったために広がったということも知られていますので、日本においてはですね、半分以上ぐらいがですね、こういった医療行為によって感染したと言われています。なので国を挙げてですね、肝炎対策基本法、これはですね、患者さん方が署名活動しながら一生懸命国会議員にお願いして作ってもらった法律なんですけども、まあ、この法律の中でですね、B 型肝炎、C 型肝炎は国を挙げてしっかり対策を取らなければいけない病気だということが掲げられています。それだけ日本はですね、B 型肝炎、C 型肝炎非常に感染をさせてしまったという国でもあるんですね。なのでこの肝炎ウイルス検診、 B 型や C 型の血液検査はですね、全国民が一度は受けて確認しておいてほしいと言われています。で、B 型 C 型が見つかることで定期的にチェックしたり治療すれば、肝臓がんになる今の8割の原因がね、きれいになくなってがんの患者さんが減るだろうということを期待しているということですね。で、 B 型肝炎については治療がすごく進歩してきています。飲み薬による治療で B 型肝炎今まで治らないって言われたのがですね、治る状態を作れるようになっています。でさらに飲み続けると本当に治ってしまう人まで出るようになってきているので、 B 型肝炎もう絶対治らないよ、見つけてもしょうがないよなんて言われた時代から、見つけたらですね、治った状態作れるようになるかもよっていう時代に変わっているんだということでね、覚えておいてほしいと思います。でさらに C 型肝炎はもっと進んでいまして、2ヶ月から3ヶ月薬を飲むだけで C 型肝炎治っちゃうよっていう時代に入ってきているんです。この飲み薬で 99% 以上が治るというふうに言われてますので、まあ、本当にですね、新型肝炎は見つけたらもう、ね、半年以内にほとんどの方が治ってしまう時代になってきてますから、昔はインターフェロンっていうね、すごい辛い注射をしてたんですけどね、今は本当に飲み薬でほとんど副作用なく治せる時代になってますので、こういった病気早く見つけた方がいいんですよということになってきています。で、肝炎が持続することで発生するということから、脂肪肝炎も肝炎を持続させると肝硬変や肝がんが起きるんだよという理屈になってきたんですね。で、脂肪肝の分類はアルコール性と非アルコール性という分け方があります。まあ、どちらもでも口から入るものによって脂肪肝が起きるので、あまり区別する意味ないかなというところがありますけども、ナッシュっていうですね、お酒も飲んでないのに脂肪肝炎を起こす状態っていうのがですね、非常に問題視されています。まあ、お酒飲んでて肝臓悪くなるならまだわかるけど、ちゃんと普通に食べてただけなのに脂肪肝炎になっちゃうなんてね、非常に大変だってことなんですね。で、実際に脂肪肝の方の肝臓の細胞をね、針で刺してこう顕微鏡で見るとですね、この白い丸が増えてきています。これが中性脂肪が溜まっている脂肪肝の状態。こうやってね、脂肪がどんどん溜まってくるとね、正常な細胞がこうやって押っつけられてきてね、働きが悪くなる、そんなイメージつくかとは思うんですけど、これに肝炎が合併するとさらに、ね、働きが悪くなってしまうということで、ね、問題になってきてるんですね。で、この脂肪肝を見つけるためには何をするかというと、超音波のエコーの検査や血液検査で見つけることができます。で、超音波の検査ではですね、肝臓と腎臓の部分をエコーで見て、肝臓が白っぽくなってくる、腎臓が黒っぽく見えるという所見が脂肪肝の状態だと言われています。だいたい 20% 以上脂肪がつき始めるとこんな風に画像でも分かります。で、血液検査ではですね、男性だと ALT の値が25、女性だと17以上、これですね、検診だとかにすると ALT35 ぐらいで正常値ってなってるところが多いので、実は正常値の中にもですね、この脂肪肝の人がいることが分かってきてるんです。だいたい20超え始めたら危ないかもよっていう風に見た方がいいんじゃないかっていう風にですね、言われるようになってきてますので、正常範囲であっても油断してはいけないという状態なんですね。で、脂肪肝が治ってくると、この肝臓、白かった部分がですね、だんだん黒っぽくなって、腎臓と同じような色合いになって、脂肪肝良くなったねということが確認できます。で、この患者さんはね、すごく治りが早かったので半年ぐらいで治っちゃったんですけども、まあ、大体もう何十年ってかけてなってくるので、2、3年はですね、やっぱりかける必要があります。で、血液データもですね、この人 AST がですね、72あったんですけども、最近はですね、14ということでしっかり正常化しています。で、この脂肪肝、肥満で分類していくと7割に肥満があることが分かっています。まあ、脂肪肝に肥満があればよく分かるかと思うんですけども、まあ太ってるから脂肪肝だよねってことになるんですが、これ逆に言うとですね、3割には肥満がないんですね。要は太っていない人に脂肪肝があるのがやっぱりまずいぞってことになってくるんです。で、日本人ってね、これ日本人の特徴なんですけども、
飢餓に強い民族なんでね、少ない量でしっかり吸収することができるので、糖尿病もですね、痩せてる人が糖尿病になったりとかする、そういう民族なんですね。ですから痩せてるから安心ができないということで、きちんとこういった検査を受けないと見つけようがないんだよっていうのもね、脂肪肝の厄介と。でこの脂肪肝放っておくと、1000人に1人ぐらいが肝臓がんを起こしてくるぞってことがだんだん分かってきました。まあ、慢性肝炎、脂肪肝炎から肝硬変、肝癌へと進行するっていうことが分かってきてるんですけども、これ脂肪肝になるとですね、いろんな病気を起こしてきやすくなります。糖尿病だとかコレステロールだとか高血圧、痛風、そういったいろんな生活習慣病が起きやすくなるし、心臓だとか脳の方にもですね、影響が出やすくなることが分かっています。でさらにですね、私たちがびっくりしたのはね、全身のがんのリスクも高めることが分かってきました。まあ、肝臓の病気なのでね、肝臓が起こるのはなんとなくピンとくると思うんですけども、食道がんだったり胃がんだったり膵臓がんだったり他のがんもですね、一緒に高くなることが分かってきたんです。これなんでかっていうとですね、実は肝臓ってね、免疫力のバランスをとってくれる臓器なので、その働きがやられてしまうと、がん細胞をやっつける力がなくなってしまう。そうすると残ったがんが全身で起きてくるってことなんで、どのがんもですね、脂肪肝のある人は起きやすくなるんだってことが分かってますから、いかに肝臓のね、状態を元気にしておくかっていうのが、がんの予防にも大事なんだよってことにつながるんですね。で、ここでね、一応コロナウイルスの予防対策の話をちょっとしておこうと思うんですけども、まあ、コロナの予防対策はですね、マスクしたり手洗いしたり距離を取ったりということで、もう大体も皆さんね、やられているかと思います。で実際にはですね、マスクして15分以内1メートル以上なら OK ということになるので、普通の生活でこの基準をね、切ることはあまりないんですね。で、公共交通機関だとか飲食店、宿泊施設も今は換気や距離保っていますので、対策が取られているところではもうほとんど移ることがないということも分かってきてますから、できるだけ、まあ、いろんなことを、ね、しながら体力をつけるということが必要になりますし、マスクはですね、実は日本人、マスクするの好きなんだけども、しすぎるとかえって具合悪くなる人もいますので、距離を置いているときだとか、外を歩くときなんかはね、どんどんマスク外して、鼻の粘膜の、ね、免疫力を上げるようにしてください。どうしてもね、外で歩いてても人目気になってみんなマスクしてるんですけど、ほとんど意味のないことをしてますので、体のためには外で歩くときぐらいはね、マスクしっかり外して、鼻で呼吸してほしいと思うんですね。で、大事なのは、咳エチケットとしてね、咳や鼻の症状があるときには、ね、マスクするっていうのはとても大事なことなんですけども、症状がないときにはですね、しすぎることでかえって良くないことありますので、外せるときには外してね、免疫力を上げてほしいと思います。あと、コロナの、ね、対策でね、意外と言われてないのが、トイレで感染することが多いということが分かってきています。なので、トイレの消毒や換気っていうのを意識しているだけでもね、非常に感染が広がるのがね、ブロックされることが分かっています。病院なんかでもね、マスクしたりしっかりしてても、クラスター発生してます。そういったこともですね、トイレがきっかけになっている場合があることが分かってきてますね。あと、緑茶だとか、まあビタミン D なんかもですね、体にいいよって話が出てきてますので、まあ、こういった自分でできることも含めてね、いろいろやっていくと予防しやすくなりますし、重症化しづらくなるということが言われてますのでね、まあ、できる範囲でいいのでいろいろ試してみてほしいと思います。で、ここからね、ニコタマ療法伝授しますの話に入っていきます。で、新型コロナウイルスに勝つために生活習慣病にも効果的ですよということでね、話をしているんですけども、まあ、ワクチン打った後の体調悪いという人にもですね、効果が出やすいので、まあ、要は肝臓を元気にして免疫力のバランスが取れるようにするということをね、意識してもらえたらと思います。で、このニコタマ療法はですね、いろんな健康の雑誌で紹介してもらいました。これ健康っていう雑誌にも載りましたし、女性自身でもですね、紹介してもらったりとかっていうことで、まあ、実際に読者の方がやって良くなったって話も聞かれていますので、まあ、血液データ見ながらやっていくとよりね、確実なので、まあ、肝臓の専門医と連携してもらえれば一番いいかなと思っています。で、このニコタマ療法、実はですね、私の医者としての経験、実践の中から見出していたんです。まあ、痩せたくてね、私しょうがなかったんでね、痩せる方法としてね、最初は始めたんですけども、栄養指導と痩せる人と痩せない人っていうかね、自分は痩せない人だったよね。まあ、なんでかってね、だって続けられない。我慢することが多すぎます。できる患者さんは偉いなと本気で思います。なので、栄養指導してね、痩せてもらうのは諦めてました。まあ、医者なのでね、一度や二度は進めるんですけどね、自分だってできないしなと思うと、ちょっと後ろ髪引かれるような思いになってね、まあ、患者さんにもね、診察室で説明してね、わかりました、じゃあ頑張りますって元気よくね、診察室出てくるんですけど、そしたら看護師のところに行ってね、先生にはやりたくないよねとかね、先生がうまくいったら私にも教えてねとか言われるなって、私も切断なんですね。で、自分ができる方法が見つかったら、みんなに進めようと思って、いろいろやってたんです。
いろいろやってるうちに体重が減り始めて、もっと体にいいやり方でやってる先生いるんじゃないかなっていうふうに調べていったらね、このパレオダイエット、原始人食っていうやり方、先谷先生っていう先生がね、紹介してくれた本なんですけど、この中にですね、やってる中身が食材にこう注目しながらね、体にいいことになるんじゃないかって紹介されてたんで、今はこれを中心にまあいろいろ工夫をしてきました。で、後ろの方に本を置いてありますけどね、この原始人食ダイエットっていう本、今はね、ちょっと絶版になってるんで売られてないんですけども、ちょっとお釣りがないのでこの1000円で売ってますけどね、よかったら買ってみてほしいと思います。で、要は炭水化物をですね、比率を下げて食べましょうっていうことなんで、まあ、炭水化物抜きダイエットと比較されちゃうんですけども、炭水化物は必要な栄養素なので、しっかり摂るってことが大事です。で、この顔写真はですね、8キロ痩せた時のものなんですけど、あんまりわからないって言われて、まあ、体の写真ね、出すとね、これ20キロ以上痩せる時の写真なんで、まあ、これだとわかるなと。今もね、25キロ前後痩せてる状態なんですよね。私まだ太ってますので、さらに痩せなきゃいけないんですけども、血液データはですね、非常に良くなりました。この赤かったところがね、すっかり黒くなって良くなっているのがわかるんですね。まあ、要は脂肪肝だったり、私痛風だったりね、コレステロールが高かったりとか、いろいろね、体に持ってたんでね。まあ、食事療法をしっかりやるとですね、痩せるのと同時に血液データもすっかり良くなってね。ほら、食事療法だけでこんなに良くなるんだって思うと私びっくりしたんですけどね。まあ、実際患者さんに食事指導しながら、こんなに良くなるってなかなか見つからないのでね、もう本当にやっぱ食事って大事なんだなってことでね、すごく実感したんですね。この方法、ニコタマ療法という言い方してますけども、まあ、簡単なんですってね、魚と肉と野菜と果物を食べるようにするってことが実は大事なんですよ。逆に言うとね、ご飯とパンと麺って食べなくてもなんとかなりますよって話なんですけども、これさっきの脳科学の話と同じで、ご飯とパンと麺食べないようにしようと思うと、脳ではね、ご飯と麺食べましょうに変わっちゃいますから、そうじゃなくて、魚と肉と野菜と果物を食べるようにするんだってね、思うようにしてほしいんです。でもっと簡単にするためにこのニコタマ療法っていう言い方をしているんですけども、これはですね、卵2個とご飯やパンと麺の、ね、主食と切り替える引き換えるというやり方なんですね。が1日1回でもいいので、ご飯とパンと麺の代わりに卵2個って置き換えるとお腹減らさずに、ね、卵を増やせる。でこれやるだけでもね、3分の1ぐらいの方はね、体重が減り始めます。これねすごく不思議なんですよね。まあ、ご飯とパンと麺を食べないで卵を食べるようにすると、卵って実は腹持ちが良くてですね、で吸収するカロリー量も同じカロリーって言われてるけども、澱粉質のものよりもさらにカロリーが少なめに吸収されることが分かっているので、痩せやすくなることも分かっているし、でそれによって痩せるからって筋肉も落ちづらいことが分かります。で卵っていうのはですね、筋肉を増やす食材でもあるので、卵を食べながら痩せると実は筋肉意外と減らないんだよということも分かるんですね。で逆に食べないようにしてほしいものっていうのはですね、人工甘味料じゃなくて添加物がいっぱい使われている工場で大量生産されているものはなるべくなら食べない方がいいかもねという話をしています。まあ、最近はですね、カロリーゼロだとか低カロリーっていう人工甘味料使われているものも増えてきちゃったので、人工甘味料も添加物の一つなので、ね、肝臓にとっては負担をかける側に回ってしまいますから、それであれば砂糖だとかちゃんと使ったもので、ね、食べてもらった方がいいですよということです。あと嗜好品についてはね、緑茶だったりコーヒーだったりいろんなものがいいことがありますよということが言われています。このスライドはですね、緑茶であれば腸内細菌整えるようだとか、あとコーヒーはですね、脂肪肝になりづらいようなという、ね、データが出てきています。でこういった嗜好品の場合は、ね、大事なのはね、自分が好きなものに効果があるということを知るのが大事なんですけど、嫌いなものなんだけど効果があるから我慢して食べようとか飲もうとかってやってしまうとストレスになってね、結局逆の効果になってしまいますから、そうじゃなくて自分が好きなものにいろんな効果があるんだってことを知るためにね、こういったものはチェックしてほしいと思うんですね。あとこれも皆さんの配った資料の中に書いてあるんですけども、おすすめの食材、魚とか肉とかね、野菜や果物のことが書かれています。でこの青い字で印刷しているのはですね、実は先谷先生が原始人食の本を書いた後にちょっとね、解釈を変えた部分があるんで、これちょっと直してみんなに配ってねってくれたやつなんですね。で一番配っている部分はですね、油の取り方、不飽和脂肪酸を取りましょうっていうふうに最初書いてたんですね。オリーブだとかエゴマだとか魚の油体にいいよって今マスコミでも言われてるんですけど、これもですね、実は取りすぎるとかえって良くないかもしれないっていうデータも見え隠れしているので、油についてはね、体にいいからコップでごくごく飲むとか、そういったやり方はしないで、調理に使うぐらいでね、いいかなと思って使ってください。で、卵をおすすめするときにびっくりされることが多いので強調してるんですけど、今はですね、コレステロール、2015年からね、食事で制限するっていうやり方はしなくなったんですね。これ知らない方が結構います。医者でも有志さんでもまだ知らない方いるかもしれません。
ただ、200人から500人に1人は、ね、何を食べてもコレステロール上がりますので、まあ、そういった方はですね、食事とか薬気をつけなきゃならないんですけども、これですね、だから卵は食べるとコレステロール上がるよというのは、ね、実は塗り入れだったということが分かってるね。で、卵の栄養についてはいろいろ分かってきてまして、1日卵2個食べるとね、1日に必要な栄養の4分の1ぐらいが取れてしまうぐらいだ。そのぐらい栄養豊富なものです。ただ、ビタミン C と、ね、食物繊維は、ね、卵って入ってないので、野菜や果物は一緒に摂るのを忘れないようにしてほしいんですね。で、ビタミン D のところにちょっと印をつけたんですけども、ビタミン D はさっき言ったコロナの、ね、重症化を予防する可能性があるということも言われているので、ビタミン D もですね、上手に摂りましょうということが強調されるようになってきました。まあ、骨粗鬆症の、ね、予防にもなるよということで言われているんですけども、まあ、卵なんかはですね、1日8個ぐらい食べるともう1日分のビタミン D が摂れてしまうぐらい言われています。でも卵8個食べると他のものほとんど食べれなくなるので卵だけで摂る必要はありませんからね。日光浴をするのもビタミン D を、ね、体で作ってもらうという意味でも大事ですから、日光浴したり鮭食べたりね、キノコ食べたりだとかいろんなものを食べながら呼吸するということを、ね、意識してほしいと思います。あと卵は、ね、コレステロールを調節する力があることが分かってきていて、まあ、オレイン酸が豊富であったり、あとミリシン酸がなかったりということでね、コレステロールを非常に上げない働きがしやすい、そういった食材だということも分かってきてますので、そういった意味でもね、安心して食べてほしいなという話をしています。でその他にも血管を柔らかくするレシチンというのが豊富だよということも分かってきてますし、このレシチンという物質は実は脳の、ね、神経伝達物質の原料になることも分かっていますので、頭にとってもね、脳にとってもいいことがあるかもしれないなんて話も出始めているので、まあ、卵っていろいろいいことが分かってきたよということでもね、2個以上の卵を取るというのはですね、やってみていいんじゃないかなと思ってほしいと思います。で今言ってたね、ニコ玉療法、いろんな健康雑誌でも取り上げられていますので、ぜひね、チャレンジしてほしいと思います。あとお腹が空いた時にね、手取りバッグ取る食材っていうのもちょっと紹介していこうかなと思ってこれ作ってきたんですけども、私もですね、当直だとかの時にね、すごいお腹空いたので、昔インスタントラーメンとか食べてたんですけどね、具合悪くなってきたので、ね、このなめたけ納豆というのを作ったりとかして、ね、食べてます。納豆3パックと、なめたけ 50g ぐらい入れるとね、ちょうどいい塩味でね、お米なしでも食べれるような味付けになりますので、まあ3パックだとね、私は患者さんはもう食べれませんって言われたんで、1パックでも2パックでもね、皆さんの体に合わせた量でやってもらえると体にいいことが、ね、どんどん続いていきます。あと最近はですね、この煮卵のね、これうずらの卵なんですけど、真空パックなんかも売られるようになってきましたので、おやつ感覚でね、おつまみ感覚で食べれるようなそんな卵も存在してますので、ぜひそんなものも取り入れながら卵の量を増やすのをやってみてほしいと思います。でこういった食事療法をしていくと食べる量が減ってきます。私もですね、今まで1日3食食べてたんですけども、今は1日1食になってます。夕ご飯だけしかね、食べない状態で、もうこの体重維持できるようになってしまってるんでね、痩せようと思うと0食にしなきゃいけないんだけども、まあ、でも最初から3食を1食にできたわけではなくて、2食にしてみて大丈夫だな、1食にしてみてあ、なんとかなるぞということでね、だんだんとやってきましたので、皆さんもですね、お腹空いた時に食べるっていうのを意識すると意外と食事の回数減らせれますので、やれたらやってみてください。大体日本人はですね、1日2食で十分な方がほとんどと言われてきてます。で1日1食でね、頑張ってる方、頑張れる方も、ね、結構いることが分かってきてましたので、まあ、そういった意味でもね、体調に合わせながらやってほしいと思います。で食べた方がいいものを思うというのはね、さっき言ったようにご飯とパンと麺食べちゃダメってやると脳の方では食べたいに変わっちゃいますから、できるだけ卵食べようだとか野菜食べようだとかということでね、食べた方がいいものに目を向けるようにしてください。であと守るのは8割にして、あとは好きなものを食べるというところからやってみてください。平日頑張ったら週末は好きなものを食べてもいいんだぐらいのねところからやってもらえると、破った時はもう好きなだけ好きなものを食べてその後頑張るんだってやってくるとね、だんだんとね、好きなものを食べるときもですね、原始人食的な食材を食べれるようになってきたりとかしてね、ずっとやり続けることができるようになる方もいますので、まあ、そういったこう守らなくてもいいんだということもね、作りながらやってもらえたらと思います。でこの食事療法、まあ、原始人食をね、テーマにやってましたけども、免疫力のバランスを強化するということによって、認知症だとか、がんの予防だとか、いろんな病気の予防につながる可能性があると思って言われてますので、ぜひね、一度はチャレンジしてほしいと思います。で、繰り返しになりますけども、外食はですね、緩めるときとして、しっかり緩めて楽しく食べてください。メニュー見てね、これカロリー高いしなとかってやってるとね、非常に悲しくなってきますからね、楽しむときはしっかり楽しんで、その前後でまた食事で頑張ればいいなって気持ちでやってもらえたらと思います。で、こういった食事療法を頑張ると、このデータが良くなる人がいます。
体重が減らなくてもですね、この AST、ALT の数字が下がっているということから始まる方もいます。でこの方はですね、100超えてた人なんですけども、30前後までね、しっかり数字が下がっているという方です。こういった食事療法をしながら血液データでね、良くなるのを確認するという意味でもですね、肝臓の先生だとか内科の先生をね、活用しながらやってみてほしいと思います。まあ、最終的にはいろんな方法を試してくださいということで言ってます。原神食以外にもですね、玄米だとか菜食主義だとかいろんな食事療法体にいいことを思っています。なので自分がやってみてできて体が調子よくなるようなことっていうのをですね、少しずつ見つけ出して自分に合った形を見つけていってほしいと思います。で今回はですね、原始人食パレオダイレクトからニコタマ療法が始まったということでやってますけども、これですね、25キロぐらいまで私痩せたんですけど、また体重増えたり減ったり繰り返してますよね。まあ、こんな形でやれることをやってきてほしいと思います。あと、スライドの他の資料なんですけども、この野菜スープの話をですね、今日は資料をお配りしています。でこの野菜スープは野菜をたくさん摂るきっかけにしてほしいと思ってね、紹介してるんですけども、これ東京の高橋先生という肝臓の先生なんですよね。この先生、日常で、ね、手に入れられる野菜で甘くて美味しいスープ作りたいということで、このキャベツと玉ねぎと人参とかぼちゃ、これであれば大抵のスーパーには売ってて、ね、美味しいスープ作れるぞということで紹介をしています。で味付けは薄くしてほしいので味付けするなって書いてあるんですけども、味付けしても構いません。これ味付けしないと食べれないという人も結構いますので、そんなことでいろいろ試してね、野菜のいい効果を引き出してほしいと思うんです。でこの本もですね、後ろに置いてありますんでね、帰りちょっとちらっと見てね、やってみようかなっていう道を深めてほしいと思います。あともう一つ、アーシングのですね、スライドを作っておきました。でこのアーシングはですね、静電気を逃がすようにすると体の調子が整うよということが言われています。で湿った砂浜を30分ぐらい洗うとね、体にいいんだよなんてこと言われてるんですけど、北海道の冬でね、湿った砂浜を歩いたら死にそうになりますからね、簡単にやろうと思ったらね、こう家の中の電子レンジだとか洗濯機のそのアースを触ってれば静電気に抜いていきます。でもそこ触るのもなかなか大変だという方は、こういったアーシングのマットにね、座ったりとかして静電気を逃がすようにしたりもできますので、まあ、これネットとかで調べると結構ぼったくりの業者が多いんですけど、リラクリフェさんというところは比較的良心的な価格で販売してますので、こういったところもですね、活用してみてほしいと思うんですね。でよく眠れるようになったり、腰痛が良くなったり、肩こりが取れたりだとかっていう人もいるらしいんですけども、血液サラサラの薬を飲んでいる方はですね、薬の効果が上がりやすくなってしまうらしいので、お医者さんと相談しながらやるようにしてみてください。で、だとね、いろんな話してきました。健康になるためになりたいこと、少しでも楽しいことを思い浮かべてくださいって話、あと食事療法でニコタマ療法、その他野菜スープだとかアーシングの話なんかもね、触れてみました。ぜひ自分でね、できるとこ一つでも二つでもやってもらえたらと思います。で肝臓の専門医、肝がん検診もそうですけども、血液データを見ながら自分の体の状態をね、チェックしていくっていうのが非常にいいことがありますので、試してみてほしいと思います。そしたらですね、歌を聴いてくださいということで、歌の時間に入るんですけども、私ですね、歌を作ってまして、このまずは一歩という曲ですね、今日まずは卵2個食べましょうということからね、このまずは一歩という曲を聴いてみてほしいと思います。で、最後ですね、青い山脈をみんなで歌って終わりにしたいと思いますので、もうちょっとお付き合いください。Yeah.
な、ね、歌を作って、ね、患者さんに CD 配ったりとかするんですけどね、紅白では呼ばれないですよね。で最後にですね、この青い山脈みんなで歌いたいと思うんですけども、こんな感じでね、一緒に歌ってください。気をつけてお帰りになってください。今日はどうもありがとうございました。